元 AKB48 のタレント、西野美紀が夫で極楽トンボの山本圭一が重度の無呼吸症候群であると診断されたことを報告した。西野は、K の呼吸が420回止まっていることが発覚しました、と題した動画を10日、自身の YouTube チャンネルにアップした。西野は、本当に衝撃なことを知ってしまった、と話し始めた。 山本はコロナ感染後から3から4年間耳鳴りが続いていたようで、夫を心配する西野が病院へ行くことを勧めるも、K も面倒くさがり屋だから全然行かなくて、と、放置、していたことを明かした。なんとか病院へ行く気になった山本が検査を受けたところ、無呼吸症候群の疑いが浮上。過去には、寝ている間に専用のマスクをつけ、 外気を取り込み加圧した空気を鼻から送り込む CPAP 療法を行っていた時期もあったようだ。西野は山本の日常生活で思い当たる節があったようで、K が絶対睡眠の質が悪いと思っていた。ご飯を食べたらすぐ寝るし、ずっと眠いって言ってる。K は遅い日は4時とか5時まで寝られないみたいな。そしたら、無呼吸症候群、って言われた、と話した。 睡眠時無呼吸症候群、SAS、の測定結果についても信じられない事実が起きていて山本圭一さんの1時間あたりの無呼吸の回数は82.2回どういうこと衝撃じゃない全睡眠時間の無呼吸の回数は420回最長の無呼吸の時間は一番長くて114秒平均が24秒止まっていると明かし 動揺を隠しきれない様子だった。